は伝説の目撃者となる。お前は伝説の目撃者となる。お前は伝説の目撃者となる。奇跡を見な。お前は伝説の目撃者となる。龍呼びの笛つよ。というわけで今回の動画はここまで、ご視聴あり。勝手に終わるな。だってここからは普通の狂乱舞出し垂れ流しでよくね。どこが普通なのかまず説明しろ。フラウロスとダークナイトが入ってるな。よし。判断基準そこだけ。これが狂乱の真の姿だ。私の裸眼で石になりなさい。手加減なし。本気でいくわ。で冒頭のあれは一体何だったの？アイアロンの残骸が1コススペルとアミュレット両方1枚で揃うからレジェファイと相性ええやんってなった。レジェンダリーファイターは自身が場にいる状態でスペルを発動すると必殺アミュレットを出すと突進、他のフォロワーが進化すると2回攻撃が付与される。さらにターン開始時突進必殺2回攻撃が付与されているならスタッツ重々2回攻撃の松岡キリトへ進化するのだ。でも残骸使ってないよね。龍呼びの笛強いな。ほとんど笛関係ねえ。なんでや。これは笛が情報修正されたおかげでできたコンボなんだぞ。全身の泉でいいじゃん。そもそも修正前の笛ってどんな効果だった？覚醒状態ならハンドと加わる3コス以下のカードを2コス43突進のヘルフレームドラゴンに変身させる3コス。弱っ。ゴミかよ。それがターン1でヘルフレームドラゴンに疾走を付与する1コスになったよ。やったね。よくやった。ゴミにも取り柄があったんだな。この言われようである。せめて変身効果が覚醒縛りじゃなければフェイスドラで使われてたかもしれないのに。2ターン4三疾走とか化け物かな。シャドウ編みでは修正前効果でも活躍してたのにな。フェアリーサークルでヘルフレームに毎回周って考えたらタップバトル向けの効果よね。笛って、こっちでもタップバトル実装してくれないかな。私が今シャドバに一番求めてるのがタップバトル。シャドバで2対2とかミントヤバそう。お前頭エリカかよ。ここで死んでいただきます。戦争になりそう。そもそも対人戦でミント求めるのが間違いなのよ。ユナイトみたいな過酷あふれる世界にしかならない。嘘つけ。オリンピック選手はリスペクト精神持ってたぞ。選手同士称え合う姿に涙出ますよ。と言ってもあれほとんど個人種目じゃん。いきなり野良の人と組まされるわけでもないんだし。やはりチームバトルは固定組むのが大安定か。なんかオリンピックの話してたら金メダル食いたくなってきたな。ラーメンみたいなノリで金属食うな。相手はアクセラクラーク。疾走一致かしら。超越メタ狂乱メタ疾走一致が増えてきたイメージだな。アンリミグランプリで5戦中3戦疾走一致だったことも。この場面も相手がゼロコス疾走か2枚目の魔法剣持ってたら心理の術式カオ3点と魔法剣刃の魔術師で負けだったわ。超越か疾走でほぼ全体面メタレル一致ヤバすぎる。4ターン目にゼロコス魔法剣3枚飛んできた時は何の冗談かと思ったぜ。事故ってない疾走一致に勝てるデッキって AF 以外あるのか。妖怪美書かアグロネクロなら速さ的にワンチャン。マナリアの規制解除されて除去も安定してるんだよな。こっちも疾走一致握って先行取ればいいのよ。結局ハンムラビ先行になるのか。バーナレクって自身の効果でバフされるんだな。狂乱ほとんど使わないから完全に忘れてたぜ。私の裸眼で石になりなさい。退屈させてくれるなよ。メンヘラミラーか。きついな。何その地獄みたいな対決は。信者キープして大丈夫なの？こいつら諏訪で相手に1点飛ばす効果あるけど、相手ターンに破壊されたらあっちの自傷扱いになるわよ。あ、そっか。狂乱って自分カードのダメージじゃなくてもカウントされるんだ。このデッキはリリム使う都合でコスト払わない自傷が重要。自分でタイミング選べる攻撃時自傷は優先してキープするぜ。ラブリーサキュバスリリムはファンファーレ。自分リーダーは自分のターン中ダメージを受けるたび、PP を1回復するを持つ。ただしリリムが場にいる間のみ、つまりファンファーレを発動したリリムが場にある限り、自傷する1コスカードは全てコストゼロ、ゼロコス自傷は HPP 回復効果を持っているも同然なのだ。このコーチのチャンネルで登場率高くない？好きだからね、しょうがないね。リリムのファンファーレが発動したことで眷属への贈り物は、本来の効果に加え HPP 回復する超強いカードに、まがまが式侵食も使い放題だぜ。このタイミングで信者の攻撃、対象はコウモリにして盤面を開ける。信者が攻撃時 HPP 回復する1コスフォロワーになった。さらに実質1コスで血の取引発動、このターンで狂乱も達成できそうだ。先決の花園のターン終了時自傷で狂乱になった場合、ダークナイトは直接召喚のタイミングを逃すのでアクセラデーモン。ターン終了ボタンを押した時点で終了時効果の判定は切れる。だからダークナイトの直接召喚は終了ボタンを押す前に、狂乱状態に入っておかないと1ターン遅くなるんだよね。この使用ターン終了処理中に条件満たしたら、割り込んで解決してくれるよう変更されたりしないかな。おい、なぜここでバーナレクを出さない。まあタバフ効果忘れてますねこれは。2ターン目信者で殴らないしガバガバじゃねえか。
最近はアンリミグランプリで AF 回ししてるせいか、他のデッキ使うと違和感を覚えるようになってしまった。別ゲーの動画作ってたからでしょ。動画いっぱい出すと全員にガチャ石もらえるらしいから、ノルマ達成に貢献しておこうと思いまして。実況者を最大限利用する運営嫌いじゃないわ。ちなみに実況者デビューしたいならシャドバおすすめだぞ。対戦はリプレイ機能で残るし、各種設定項目も豊富だよね。世界大会で名言残せば宣伝になるわ。そういえばレイジってまだオンラインでやってるのか？オフライン会場覗いてみるかって行こうとした回からオンラインになって、それ以降行ける日をずっと待ってるんだが、いい加減気軽にイベント参加できるようになってほしいわよね。この前一人で外食したら酒出せませんって言われて泣いた。トップ闇の街強い。これはボーナスタイムですわ。リリムのファンファーレを発動してから信者で攻撃、さらに闇の街で HPP 回復すれば血の取引が使える。一個筋ショードロソカモン。聞いたのはまだまだ式侵食。今日はこの辺で勘弁しておいてやろう。リリムの体力は5、最速で置けば処理されにくい。おまけに横にはフラウロス。両方処理するのは容易じゃないぜ。相手のデッキどこかで見たと思ったら前に動画化した鉄線ラピカだね。ビビった。殺されるのかと。動き出されると身構えちゃうのわかる。身構えてる時にはリーサルは来ないものだ。フラウロスが処理されてしまったか。しかし、リリムにまで手が回らなかったようだな。ダブルリリムの恐ろしさをとくと味わうがいい。リリムのファンファーレは重複可能。よって自称するたびに PP 回復する。古いカード特有の重複可能。ちょっと痛い強欲な血の取引でドロー。2枚目を引けたら激アツ展開だったんだがまあいい。ダークナイト直接召喚用の枠を開けてバーナレクパンチ。ここ、闇の街を現れる狂気に変えて自称して、2体目のフラウロスとダークナイト並べた方が良かったんじゃ。雑に1枚投げてきたりのが怖くてこれ以上自称したくなかった。現れる狂気で4点食らうと残り体力7。ウィスプミノムシカブトムシ対空ウィスプリの進化で、守護ごと貫かれてリーサルって可能性はあったわね。他にも手順ありそうなのが怖い。温かな包容か。あれよくよく見たら機械自然療法のタイプなんだな。自然のイメージ強くて動画では採用してなかったが、鉄線サーチとミノムシコスト軽減重ねたら融合してゼロコスにドロー HPP 回復とかいうぶっ壊れになる。鉄線進化の2枚サーチが包容とミノムシだったらゼロコスにプレイにドロー HPP 回復になるってマジ。そしてこのターンではリーサル届かず、一先かバーナレクさえ引けばこのターンで勝っていたものを。仕方あるまい。ダークナイトの回復と守護で次のターンをしのぐとしよう。ウィスプは処理すべきだったんじゃ。焦ったか。フルアタックして体全足りてないことに気づいたでござる。焦るとかいう以前の問題だった。相手ラピカ出してきたわよ。え、もしかしてこのターンで死ぬ？すでにリーサルが見えておられる？いや、盤面の処理用に出してきたという可能性も。やっぱあのウィスプは処理しておくべきだったか。結果論だけどミノムシバウンスされるだけよ。対戦相手に自分が使ったデッキのお手本見せつけられる実況者の図。ミノムシバウンスはやめて。ミノムシはファンファーレでハンドの機械カードのコストを1下げる。温かな包容がかなりインチキ臭い動きになってる。あ、これ死んだわ。ラピカは12プレイを達成すると88失踪2回攻撃に。ダメだ。3点バーンがダークナイトに当たらなくてもミノムシ進化とウェルダーで処理されてた。敗北の結末は変えられないのか。うわー。